ネガティブな宣伝、このビデオも見ないでください。ユーモラスなオーディオブック。文、エオニモロペス・ソルデブラ。現実との類似は単なる偶然であり、現在の出来事、人物、場所、生きているかいないか、実在するかしないか、架空かどうかに関わらず、単なる偶然であり、作者の熱狂的な想像力の暴走の産物である。 ヘッドホンの使用は必須ではありませんが、より良い状態でコンテンツをお楽しみいただくために、ヘッドホンをご使用ください。こんにちは、このオーディオブックは読まないでください。聞かないでください。あなたは好きになれないでしょう。さらに、今すぐ見終えて、もっといいことを始めてください。あなたはもう歳なのですから、その他いろいろと。例えば、何でもいいから、 これではない別のビデオを見始めなさいということが思い浮かびます。このビデオにあなたが好きなものを入れないでください。それはあなたのとても貴重な時間に値しない行動でしょう。そして小さなベルを鳴らすことを夢にも思わないでください。私はあなたにこれを伝えます。この方法はあなたがこのビデオと関係する何かを見つけることを避けるためです。そしてこの時点で偶然にあなたが購読することを思いついたなら、それを忘れてください。しないでください。 購読しないでください。私は心からあなたに頼みます。このオーディオブックは、ゴミとまでは言わないが、誰が聞いても価値がない、内容がない、何も語っていない。もし、あなたが望むものが、何を聞き終えた時に虚無感と時間の無駄を感じることなら、何を聞くつもりなのだろう。それが、映像が進むにつれて、お通夜のピエロよりつまらなくなることを受け合いだ。誰とも共有しないでください。 耳にボールを入れるような精神的苦痛を受ける資格のある人は、この世にいません。オーディオブックを友人と共有できる人が嘲笑されることを想像できますかしかも、退屈の枠を遥かに超えて、耐え難い退屈がもたらす最大限の部別に値する、真の集体を晒すことのできるオーディオブックがだ。このビデオは、誰にも好かれない標準的な笑いを背景にした、おかしな小動物の話ではありません。 このビデオでは、普通の学校で受けた学問的訓練の不足からかろうじて読み書きがそれなりにでき、YouTube の支払いで生計を立ててバイラルビデオをアップロードしたいだけの作者の姿は見えないし、彼らが無意味なことを言って、自分たちと同じように観客を見つけて他の仲間にいね、購読、共有することを期待している様子も見えないでしょう。このビデオは、政治家が選挙時に政治家の候補者として行動して自分自身について話し、 選挙前はもちろんのこと、選挙後も自分の生活を気にしない人々に挨拶して話すことができることを示すことで、自分を馬鹿にすることではありません。完全雇用、経済成長、購買力の向上、労働の再評価、道徳的枠組みにおける教育、文化、合法性の重要性を約束する文言の入ったビデオも、経歴や行動から無能とわかる個人も、無知で偏見のある人間として行動し、 そのために集団道徳を軽視する代償に優遇措置を享受しているのでない。そして、自分たちだけが知っていて、自分たちだけが広めることのできる、より良い世界という牧歌的な嘘を発見した人たちが悪者であるという捏造された物語によって、特権を持って生き続けようとする人たちです。これはビデオではなく、交換がビジネスマンと政府契約を結んだ夕食会でお忍びで録音されたもので、翌日、 彼の声が全国のニュース録音に流れ、彼自身の声で彼が決して言わなかったことが明らかになりました彼は次の選挙に勝つために数百万ドルを必要とした。新氏は彼が実際に言及し、投資が封印された封筒に配置された入札を通じて勝ち馬にかけるのと同じくらい安全であることを暗示していると主張しました。そこでは彼らがアクセスしたい仕事やサービスに資本を投入する代わりに、 彼らは封印された封筒を送るべきですそのキャンペーンに貢献するための賞味金額。そして、上気の映像を否定し、音声は編集されたものだと主張する一方で、他のライブ映像ではなく、後から録画された映像には、夕食時に録画された札束の詰まったブリーフケスを男が持っていく姿が映っており、その支払いは無許可カジノの客が消費するために販売されている職人技のチーズに対するものだったと主張している。 経済学部を卒業したばかりの学生たちが、大学教授の助言で自分や家族の貯蓄を不動産や暗号通貨に投資し、不動産バブル、暗号通貨の下落、インフレの猛威、状況を抑制しようとする中央銀行の利上げ策を経て、結局は状況を悪化させたことを示すビデオではありません。その結果、経済学部の学生たちは、購入した財産や保証人になってくれた親族の財産を売却しても、 まだ借金が残っているため、完全に差し押さえられ、立ち退きを迫られることになったのです。また、先見の命のある人が、彼自身がテストにかけた魔法の公式、ポーション、魔術を通して経済科学の学生の危機から抜け出す方法をあなたに話すビデオでもありません。義理の兄弟、義母、いとこなどの第三者を巻き込みながら、妻の恋人に、 その他を恋人の夫に渡すことによって借金を取り除くために公的及び私的な文書を改ざんすることからなる公式。これは、前の予言者が片足の耳の聞こえないスパイよりも少ない仕事をしていたことに対する予見者のビデオの反応ではありません。家具や電化製品は、盗まれた両親の退職金で賄われていますが、路上で物乞いをしたり、 信号でフロントガラスを掃除したりするために子供たちを利用する障害児協会を通じて販売されています。正当の友人を通してあなたは仕事よりも良いもの、つまり富、繁栄、機械、そして障害を通じてより良い生活を得ることができるので、高級的な仕事を持つよりも正当に友人を持つことが可能であり、より重要であることを誰かに納得させようとするビデオではありません。すべてをカードにプレイするリスクはありますが、 結果に関係なくそのカードにかけることを意図していることをビデオで言うことはありません。ただ、このビデオを見た後、ある名門大学が、研究のためにビデオを全部見たことを認めるのは恥ずかしいからと名前を出さずに、研究チーム全員が重度のうつ病の症状で精神科に緊急入院したと報告されたそうです。50歳でまだ学位を取得していないため、カフェテリア、財政、 現在の教育計画を支持することに加えて、高校を犠牲にして研究を続けることを許可されなかったため、4人の追放された学生によって行われた別の大学の研究。彼らは、このビデオを見ると、それを聞く退屈を生み出す嫌悪感と不快感のしかめっ面のために、フェイシャルの結果を300%改善することを示しました。先日、みんなが、スカーと呼ぶ男の子に会いました。 彼は顔にこれ以上ないほどニキビと穴が開いていて、顔というより石灰岩のような顔をしているのです。スカーは無言で私に挨拶し、少し待ってくれとはっきりしたジェスチャーをした後、しゃがみ込んで小躍りし、再び立ち上がり、手に何枚もの書類を持ち、私の上に置きました。しかし、その前に隠しておいたホットドッグスタンドのケチャップにつまずき、スカーは手に持っていた書類に赤い液体をこぼしてしまった。 その結果、彼はすぐに、まるで反射的に私をシャツの胸元に引き寄せ、強くこすって素早く汚れを落とし、それを伸ばして私の前に置き、心配しないで、何も問題ないよ、全く心配することはないよ、という意味の微笑みを浮かべました。しかし、私はオーディオブックの形でこのビデオを聞くことによって彼に何が起こるかについて責任を持ってそれらの論文に署名しました。 シカトリスさんに問題がないことを確認しようと意気込んで友人にビデオを見せると、彼は何も言わずに私の頭上にパソコンを叩きつけ、私がひどい打撃を受けて意識を失っているのをいいことに、私の貯金をすべて盗んで、それでも許してくれたのでした。友人の反応に飽き足らず、愛する妻にこのビデオを見せることにした。今回は、友人の横領事件で購入することになった大型テレビで見せた。 その結果、妻が直接私を諸葛官庁に通報し、このビデオを証拠として見せたところ、私に対する裁判で有罪が確定し、妻に月給を渡す義務があることが明記され、その月給は愛する妻がインターネット賭博や50キロの犬の購入に使ってしまうことになりました。その結果、私は犬の維持費を払い、彼女と人生の一部を共にした年金を事後的に返し、 彼女のクレジットカードの借金と新しいボーイフレンドの借金を処理、さらに彼女が年に三小世間一流の観光地で過ごす当然の休暇の費用を支払わなければならなくなった。私の実家や財産については、私が彼女に与えた精神的ダメージの賠償として彼女が保管しているので、何も言わない方がいいと思います。あなたは今広告を置く必要がありますあなたがこのビデオを見るのをやめるように、 彼らが宣伝するものは虚偽であり、彼らがあなたを騙したいと認識しているという広告、その会社にとって最も重要なことは彼ら自身であり、そのため、彼らは彼らが最も重要なことを脇に置いていることに気づいていないので、売ろうとする広告を作らなければなりません。つまり、顧客は。この時点で、オーディオブックがいかに面白いふりをしながらもそうでない映像で作られているか、 何時間も再生時間を重ねるために視聴者を映像の前に引き止めるためのフィラとしてしか使われていないかという部分だけが欠落しているのです。なぜなら、ここでは何も教えられていないし、利用子が作ったメカニックのチュートリアルでもないからです。パソコンがなくても、0から5分でプログラミングができるようになる方法のビデオではありません。ネガティブなプロパガンダができるインフルエンサーだと脅して、 レストランでタダで食べる方法をこき下ろすような動画ではありません。それはあなたに注意を払わない価値観であなたの友人を教育することをあなたに教えるビデオではありません。なぜなら彼らの携帯電話での彼らのコミュニケーションは彼らがあなたを無視することを軽蔑するあなた自身の存在よりも重要であるからです。これは、嵐が意図的に始めたフェイクニュースビデオではなく、テキストを伴った画像によって、 ある集団の関心に応じた現実の観念を植え付けようとするもので、そうすれば、身体を使ったコミュニケーションができず、教育も不可能で、IQ も低く脳波もフラットで、スマイルで答えてくれる仮想友人の前では自分が面白くなると思って共有するものです。なぜなら、彼らはあなたに全文を書く労力に値するとさえ思っていないからです。バカにしないでください。同じ理由で、プラス記号にプラス記号をかけると、 より多くなります。お金をもらっているバカが、バカのフォロワーとバカの会話をして、バカに従うものもまた、バカであることを示すビデオではありません。プラス記号にプラス記号をかけるとプラスになるのと同じ理由で。そして、このビデオを終えるために、私はすべてのビデオで言われている典型的なことを言うつもりはありません。あなたがビデオを好きならそれを好き、チャンネルを購読し、 上記のすべての情報を受信する小さなベルを共有し、それを押すことを忘れないでください。ご清聴ありがとうございました。このナレーションが気に入ったら、私のチャンネルを訪れてみてくださいね。バラエティに富んだ内容で、今後もユーモアのある短編のオーディオブックをアップロードしていく予定です。終わりです。